は私の友達が紹介してくれました。最初彼の写真を見た時に、その香港の時のスタイルの写真を見た時にすごく面白いけど、このスタイルは可愛いじゃないから日本での成功は難しいと思いました。可愛いね、これは可愛いね。私は女装のことを全部わかるし、あと日本の可愛いのこともオタクのこともわかるので、じゃあ、一度私があなたにコスチュームを貸す。そうそう、上手。だから写真を撮ってそれで使ってくださいと言いました。あー、good job now, good job. Good job, Ricky. 普通だったら、まあ、100とか200とか言ったらすごいんだけど、そこで3000リツイート、最初の1枚で、これは絶対にもっと人気になる。あー